今から高温の出し方について注意点を説明したいと思います。まず、息のスピードのことです。あの高温を出すときと低温を出すとき、少しずつやっぱり息が違ってくるんですが、スピードはホースから出る水をイメージしていただきたいんですけど、例えば、まあ水が速いのを高温と例えて説明します。